どうも、小悪魔です。はじめまして、セイランです。里野です。今回は予告通り、和歌山、奈良、兵庫方面の大回りとなります。ただ、結構前に収録していたので、現在では消えている列車も多くあります。その通りのことを思い返しながら、この動画をご視聴ください。それじゃあ、行きますか。ネトリさん、よろしく。わかった。それじゃあ行きますか。なんだか今とは違ってちょっと寂しい感じがするね。白色蛍光灯が使われているのもあるんじゃない？今は闇色の照明だけど。とりあえずホームに移動しますか。始発まであと20分くらいだね。発車表のところの路線記号はまだ入ってないのね。というか表示器の更新入ってないよね。確かに。乗車連が入ってきたね。これで天王寺に向かいますか。天王寺に着いたし、阪和線に乗り換えようか。そうだね。環状線の表記が今とは違うね。今は経由駅が書かれているからね。ついでに言えば、京橋駅の表記も新今宮以降じゃないと出てこなくなったんだよね。そうなんだね。阪和線の始発が止まってるね。これって和歌山まで先着だっけ？和歌山にはこれが最初に着くけど、泉府中、東岸和田、熊取、姫野の4駅には3番に止まってる関空快速が先に着くよ。これ、関空快速単独なんだね。あと、4番に止まっているこれは54分発の関空快速だね。ということは待機中なんだね。それじゃあ、これで姫野に向かいますか。そうだね。姫野に着いたけど、次の和歌山駅って何分後だっけ？僕に13分発だから15分くらいだね。それじゃあ、見送りますか。それにしても、6時前だってのにだいぶ明るいよね。一応8月末だからね。そういえばそうか。そういえばさ、私たち、普通に時間の逆行してるけど、大丈夫なのかな？大丈夫だとは思うんだけど。そうなの？というか、私たちがこっちに来たのって比較的最近だよね。そういえばそうだったね。確かに。新蘭が21年の4月。里野が21年の1月。それで私が20年の9月だから、この時はまだ来てないね。関西空港の方から223系が入ってきたよ。空港から8両ってことは直通快速だな。それだけでわかるの？平日ダイヤでは、関西空港を8両で発車するのって直通快速くらいなんだよね。関空快速が単独で環状線に入るのはほとんどないし。あれ、今日って何曜日だっけ？この日は木曜日だね。そういえば、上りに直通快速ってあったっけ？上りは全列車が環状線内快速運転だから設定されてないね。そうなんだね。直通快速って環状線内各駅に止まるんだったっけ？そうだね。何か本線を逆走して入ってきたよ。回送で入ってきたってことは、現職からの出庫なのかな。乗車電が入ってきたし、移動しようか。そうだね。